い、どうも皆さん、こんにちは。ケナスーです。ということで、今ね、緊急で動画を撮っています。はい。新年早々、ケナ太郎に呼び出されました。というか皆さん、新年明けまして、おめでとうございます。今回はマインクラフトじゃなくて、フォートナイトなんですけど、ちょっとケナ太郎にフォートナイト内で呼び出されたんで、今からちょっとケナ太郎と話していこうと思います。なんか、怒ってるのかな？なんか、重大発表があるらしい。重大発表ってなんだろうな。とりあえず、招待を送ります。おー、来た来た。え、な、何その格好。おう。おー、なんでしょう。明けおめー。明けおめことよろう。明けおめ。あ、ちょっと、え、動画撮ってる？動画撮ってます、はい。ちょっとみんなに言いたいことがあるんだけど、いい？なに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 ？新年、明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。え、今年もよろしく、お願いしまーす。え、まさか言いたかったのそれだけ？それじゃねーよー。怒ってんだよ、俺はよー。はい、てめえによ。てめえに。なになになに。お兄ちゃん、今年から新しくなんか始めたでしょ。はい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 。覚えてる？今年から何始めた？50万人記念で。あー、なるほど、わかったわかった。ちょっとじゃあここで話すのもあれだから、これいくか。元大統領です。はいはいはい、ケナ太郎。なんか宣伝してほしいこと？宣伝した方がいいことあるでしょ。はい、ということで皆さん、なんとケナスケナ太郎、今日からグッズを発売しました。初グッズ。じゃねえよ。え、じゃないん？俺、てっきりこれをケナ太郎チャンネルで宣伝するためだけに俺、フォートナイトに呼び出されたんかと思った。違います。なに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 。このままじゃ俺はもうお兄ちゃんと動画を撮らないかもしれない。え、なんで？なんか悪いことした？俺のグッズが少ねえだろ。あー、少ねえだろって言った。そういうこと。それを文句言いに来たと。みんなに俺のグッズがどんだけ少ないか説明したいから、お姉ちゃん紹介してグッズ。はい、じゃあまあこのケナ太郎チャンネルの方では多分まだ見てない人多いと思うんで、紹介していきますか。まあ今回ね、ケナスケナ太郎チャンネルのグッズとして出したんですけど、まず今回数量限定グッズと普通の限定グッズがあるけど、一番の大目玉、これね、数量限定、ケナスユキナタロウアクリルジオラマ、限定100個。いや、すごいよね、これ。ケナスユキナタロウが一緒に写っててね。ケナタロウ写ってるやん。全然問題ないやん。で、次が、限定300個、ケナスユクリアファイル。あれ。写ってないな、俺が。いやいや、まあ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 、単体も必要だからね。次は？限定200個。ケナスユラバーストラップ。映ってないな、俺が。まあ、ちょっと2個ぐらい。2個ぐらいだね。2個ぐらいはあるよ。ケナ太郎もだって単体であるんだから。次。数量限定、ケナスユケナ太郎ステッカー。おー、いいね。一緒に写ってるでしょ。かわいいでしょ。ケナ太郎がピースしてるの。で、次、数量限定じゃないやつが？はい、あります。ケナスユケナ太郎、ランダム缶バッジ、全6種類。うおー。イエーイ。シークレットだから、みんな頑張って集めてね。そう、シークレット、レア、ノーマルがある。ノーマル4種類、レア1種類、シークレットが1種類となっております。で、次がケナスユアクリルスタンドキーホルダー。はい。あれ？うん？何？俺映ってないな。俺映ってないなって。だってケナスユのやつなんだから、ケナスユアクリルスタンドキーホルダーなんだから。なんで俺いないんだよ。いや、ちょっと待って待って待って。まあこれはアクリルスタンド立てて飾ることもできるし、取り外してキーホルダーにもね、できるというグッズです。ちなみにこれケナ太郎のもあります。ほら、ケナ太郎アクリルスタンドキーホルダ ー。かわいい。ケナ太郎アクリルスタンド。あるじゃん、自分のやつ1個。ほら。いや、でも1個だけじゃん。それだけで俺が満足すると思ってんのか。残りじゃあ、ケナ太郎単体のあるかな。ケナスユケナ太郎アクリルスタンドと、ケナスユケナ太郎ミニタオルハンカチ、うん、とケナスユケナ太郎クリアファイル、うん、俺のが2個少ないんだよ。単体グッズってこと？そうだよ。なるほど、ケナ太郎はじゃあ今回自分のグッズが少ないっていう、グッズ発売したのは宣伝したいけど自分のグッズがどうしても少ないと、それにちょっと怒ってると。で、フォートナイトに呼び出したでしょ。うん。次は理由があるんだよ。なんだよ。今からここで俺と対マンした。おお、戦うの？そして俺が勝ったら、うん、ケナ太郎限定特別下敷きと消しゴムを出せ。うわ、めっちゃいいじゃん。普通になんか作りたいと思っちゃった。とりあえずじゃあ勝ったらいいよ。勝ったら考えようかな。じゃあやるか。よし。元大統領です。おらおらおら、勝ってこいよ。あれ、下手くそになったら。いた、見えない、見えないぞ、お兄ちゃんが。やばい、なんか楽。あ、回線バツなってる。
おお、回線重たすぎて。かかってこいよ。編集できない。かかってこいよ。ああ、待って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 。待って。いや。いや、一回勝負ではないでしょ。二回勝った方で三回勝負。いいよ。よーい。勝つぞ。スタート。やばいぞ。俺勝てるぞ、お兄ちゃんに。いやー。皆さん、あのね、どれぐらい売れるかわかんないから、ちょっと、ぜひ、あの、皆さん買ってください。けなすゆの方を。お願いします。いや、どっちも買ってよ。俺別にお兄ちゃんのやつ売れたら嬉しいのにな。お兄ちゃんはそんなひどいこと言うんだ。ごめんなさい。けなさろう。お、何？全然食らってないよ。まだ一も食らってないよ、俺。食らってただろ、めっちゃ。倒した。倒したそう、吉田そら。行くぞ。まあ、今回結構な数グッズ出したけど、まあじゃあ、けな太郎が出すならこういうグッズ出してほしいとかもじゃあ、募集するか、せっかく動画で戦って。そうだね、コメントで言ってくれたら嬉しいな。もし作るなら、こういうグッズみたいな。そう。いいね、それ。何がいいだろうな。でもね、下敷きと消しゴムは出したいんだよ。消しゴムいいね、消しゴム。鉛筆とかは？鉛筆も出したい。いいね。勝たないと。隠れてるな。あ、わあ、痛い、体力56。よし、勝つぞ、勝つぞ。よし、倒した。くっそー、負けたー。パーでもどー。よーし、ということで、まあ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 、いいよ、ケナ太郎。今すぐグッズ出す、ケナ太郎のグッズ、ケナ太郎単体のグッズ出すっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、この今回のグッズの売れ行きを見てね、どれぐらい売れたかを見て。で、結構売れそうだなって思ったら、ケナ太郎グッズも出してくれるってこと？3種類か2種類か分かんないけど。お願いします、お願いします。皆さん、お年玉全額使ってください。はい、ということで皆さん、概要欄の方に僕たちのね、新グッズ、初のグッズか。あの出してるので、もしお年玉とかに余裕があったら買ってください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと楽しみにしますか。どれぐらい売れるかどうかは、もしかしたら全然売れない可能性もあるからね。ということで以上です。今年も皆さん、ケナスユケナ太郎チャンネルよろしくお願いします。明日からはね、しっかりマイクラ動画上げていくので見てってください。良いお年をです。ことよろな、ことよろ、ことよろです。ことよろ、バイバーイ。バイバーイ。